言葉が社会にもたらす影響を考える。秋田義一一般社団法人和力総合研究所理事長、一般財団法人 AVCC 理事。適切な言葉は長期的に良い結果を社会にもたらします。場当たり的な、あるいは考えが十分でない不適切な言葉はおそらくどこかで破綻します。1980年代から2000年代初めまで、 行われた教教育育施策にゆとりりがあります覚えていらっしゃる方も多いでしょう当時の知識量変調の教育を見直し学習者に焦燥感を与えずにゆとりを持たせて学習者の思考力や創造性を磨くことを目指した施策であったと理解していますその施策にゆとり教育という言葉を当てましたゆとととりを持たせることと思考力 想像力をを伸ばすすす教育を実践するこことがのの施策の両輪だったはずですしかし、ゆとりという言葉だけが一人歩きしてしまったようです。授業時間の短縮や、演習率イコール3といった教育が進められました。後年、中央教育審議会の会長として、ゆとり教育を進めた有馬昭人先生、元東大総長、文部大臣が、施策がうまくいかなかった。 悔しししさを次のような言葉でおっしゃっゃていましたゆとり教育という言葉がよろしくなかった。現場が誤解した。おっしゃる通り。現場を誤解させたのは、ゆとりという言葉です。言葉が独り歩きしてしまいました。これは、ほんの一例に過ぎませんが、本来の意図を適切に表す言葉を当てないと、このようなことが起こりうる良い例です。他にもいろいろありますよ。 個人情報保護法もその一つではないでしょうか。本来は個人の権利、利益を損なうことなく、個人情報を適切に活用することを目的としていたはずです。現実は、保護という言葉が独り歩きしました。当初は、災害弱者支援のために住所などを知ろうとしても、個人情報だから出せないなどということもあったように、記憶しています。最近も、事前防災などという言葉を聞きます。 防災とは、災害を原じるための事前の活動です。では、事前防災とは事前に、災害を原じるための事前の活動でしょうかおかしいですね。安易に言葉を作っています。これにとどまらず、事前復興などと言い出しています。復興とは、一度衰えたものが再び元に戻ること、です。事前には戻りません。まだ衰えていないのですから。 言葉としして大変おかしい。これらの言葉が今後どのような副作用をもたらすかは分かりません。不適切な言葉は必ずどこかで破綻するでしょう。専門家はもっともっと言葉が社会に及ぼす影響を考えるべきです。